よし、明日は試合だし、そろそろ寝るか。おやすみ。ここはどこだ？ありがとう、本人切るぜ、亀くん。行き止まれ。あ、嘘じゃねえか、亀くん。よし、追い詰めたぞ。お前は一体何者だ。動画ってすごいよね。編集ができちゃえば、まるで魔法のように。もう一人の自分も作れちゃうんだから。そうだね。さあ、君はどう表現する？皆さんこんばんは、ネパールです。いつも動画視聴いただきありがとうございます。今回はですね、足立区にあるギャラクシティさんで撮影させていただいてるんですけども、7月1日から9月30日までショート動画のコンテスト、まあその名もショート動画甲子園っていうのが例えば開催中でございます。そのコンテストの内容を説明したいんですけど、ちょっと今閉館時間過ぎてしまったのでちょっと場所を変えます。はい、というわけでですね、家に帰ってきました。ショート動画甲子園の話なんですけど、初心者だよっていう方でしたりだとか、動画作るの好きでプロフェッショナルだよ、ネパールより動画作るの上手いよって方はもちろん参加 OK です。応募していく動画の長さは90秒まで。どんな動画を作ればいいのっていうことなんですけれども、テーマはあなたの好きなアイテムでしたりだとか、あと親、友達、ペットなどを楽しく紹介する動画を作ってみてください。今回もちろん商品あります。ギャラクシティ賞に選ばれると、DJI ポケット2っていうあのカメラがゲットできます。もうめちゃくちゃいいカメラで、 YouTube はもちろんその Vlog でしたりとか、あといろいろな場面シーンで活用できるカメラになっているので、ぜひちょっと狙ってみてください。最後になるんですけども、実は8月28日に、私と一緒に動画作りを体験してみようっていうワークショップを、ギャラクシティさんの方で開かせていただきます。動画作りに興味あるよって方はぜひ私と一緒に動画を作ってみましょう。感じかな。お会いできる方楽しみにしてます。グッバイ。